14分あの14分でグローバルゴールドで4000ゴールだったらすごいですよ。 AD キャリーだけでありますよ。まあそのグローバルゴールドの4000ゴールドさ、まあ、それはそうなんですけどが全部グマエシに集まってて、はい、逆に言うとマットライズからすればグマエシさえ落とせばゴールドさないですからね。そうですね。ただグマエシを落とすためには越えなければならない壁というかフロントが多すぎますよね。1、2、3枚、はい、フォートの兄ではさすがに。いやオーナージャングル内行った呪神の進撃ニスキカバーします。あもうこれで完全にトップレーンサイドでゾーニングを行ってクマエシにタワーを取らせます。残ったアウタータワー1本。あーそしてオーナーがまた行った。ニスキに呪神の進撃クラッシュアウト。スーパーメガスロケットはストップウォッチで回避するがパックンチョッパーがそうなると避けられない。グマエシが止まらない7キル目。そしてカバーに来るエローヤにエバーフロスのスネア。ケリアが川潜り。スタンはフラッシュアウト。ケリアグマエシシビレーザーヒリさんに入ったオートアタック重ねていきます。フェイカーが入っていくスピリットラッシュ。チャームはうまくヒリさん回避。トップレーンのインヒビタータワーにヘラルドのタックルが決まりました。これで割れて、そしてフェイカーがもう一度スピリットラッシュ。プレッシャーで下がっていくしかない。ヒリさんがオートアタック3発か。グマエシが持っていって、いそしてランチャーモード止まらない。シビレーザー入って、チャームが入った。エルオヤそして残ったカージーはグマエシ。ゲームエンド、ゲームエンドなんか。16分30秒、16分30秒に今なったこのタイミングでゲームエンドがあるのか。え、これサイオンもいるよ。チェンジ復活、呪神の進撃。さあグマエシは安全な位置取りを取れています。回答しながら持っていくのはグマエシ。さあこれはニスキーまで捕まえられそうだ。ニスキーは、ニスキーは生き残ってますが他のプレイヤー2名では守ることはできない。これが終わってしまったのか。何分ですか。16分40秒ぐらい。